やっと夕飯だ。餃子と氷結が並んでる。なんか変だよ。お父さんが代わりに払ってくれたけどさ、だって使えないんだもん。契約節数が使えないんだもん。それ頭にくるよ。これ何味？ライム？聞いてんの？うん、これで給料払わなかったら大げんかな。ん？これで給料分に父ちゃん払わなかったら大げんかな。うん、俺はどこも恨んでます。正直。うん、でもさ、うん、いくら喋るの苦手だったって聞けばいいじゃない、そのぐらいさ、日本語でさ。思い込みが激しいから。思い込みが激しい人がさ、ストレスが溜まると明るくなってくるよ。アルバイトでもね、遠くから来てる人いるけどさ、近い方じゃな。いや、近い、同じ鎌倉市だからいいんだけど、汗かくの嫌なのよ。汗もいっぱいかいた方が痩せるけどね。なんでさ、疲れた後かかなきゃいけねえの。でも逆に言わせてもらえば、給料の中に定期代入ってんじゃないの。バスの定期代入ってるよ。バスに乗るぐらいやったらチャリンコの方が早いんだけどな。でもチャリンコだと汗かくから。この昔はもう何でもチャリンコって言っててさ、お金はかかんなくていいけどさ、定期代出してくれるのにもさ、自転車で行くみたいに言っちゃってさ、向こうからすればさ、0円で済むからさ、そうですかってなるよね。バスの方がいいですよなんて言わない。いや、そうですかもな、ね、って免許持ってないんだからしょうがないじゃん。だけどさ、うちが前の、なんでも自転車って。だから免許持ってないんだから自転車しかないだろう。だってそしたら、じゃあでもバス出してくれるようなところでもさ、自転車って言ってたじゃない。バス遅いが嫌なんだよ。それで汗かきたくない、そしたら自転車も無理、そしたら原付しかないんだよ。だから今無免やろうかなって思ったんだよ。うんうん、じゃあだったら早く取らせるよ。じゃあ、うんうん、でもさ、だから言ってることとやってることが違うなんだって。そう言っててさ、お金がおもちゃ買っちゃう。いやだから今月はだから行くから、教習所あれいっぱい乗れるよ今月は。でも払うもん、払わないと。だからそのドコモの本当は払いたくないんだけど、2万5000円を詐欺じゃないの。本当だもん、詐欺だよあんなの。だってしょうがないじゃん。だからそれは契約の時に聞かなかったからじゃない。思い込みが激しいから。外で見えなくてなんで金が取れんだよ。だってそれはだってあのドコモショップではさ、それは Wi-Fi が効いてるから見れるようになって決まってんじゃん。ドコモショップで見れなかったら誰も買わないよ。そんなこと言ったっけ？俺買うタブレット買うとき外で見れませんよみたいな。言った？そんなこと。俺何も聞いてないんだけど。まあ見れるけど、ずーっと配信でずっとするとは言ってないよ。いや、その1GB が来るとかいうのも気に食わなかった。気に食わないんだよね。それで何回も取り上げられたりされてさ。それ一緒にやってるからって、一人だったらいいんだよ、じゃあ。三人でシェアしてるからだって。だから何でもお金次第なんだって。世の中お金次第。俺は最初からパソコンにこれしとけばよかったんですよ。そうだ、気をつければよかったんだよ。だって12月、去年の終わりに買ったばっかしたんだよ。気をつけばよかったんですよ、これ。それじゃ電話がないなんて考えられないんだけど。まあ、でも、一人でアパートと暮らすなら電話必要だよ。昔、福山はね、電話がなかったって。その当時は、電話の権利っていうのが必要でさ、NDT の。それが7万も8万もしたから、今はそんなのないの。昔のその電話の権利で払ったお金返してってみたいよね。あの、携帯が持ってるからさ、家の電話持ってなくても済むもんね。
人で暮らしたって。免許持ってない。それ自転車で汗かくのもやだ。で、バスが、バス停止まるから遅いからやだ。そしたら原付か車しかないじゃん。で、それで免許持ってないってことは無免をやるしかないじゃん。持ってんの、そんな。あ、おまわりさん慣れないよとかコメント来てるよ。うん。なんでせっかく。いや、でもさ、そこ分かってよ、でも。汗かきたくないってさ、うん、そりゃ痩せないよ。いや、痩せないとか痩せるとかの問題じゃなくて、疲れてんのにさ。まだ近い方じゃん。レジのお姉さんなんかさ、もっと遠くから来てんじゃん。こうなんだよ、だっけ。あれ、あの浜系のおばちゃんなんかこうなんだよでしょ、うんうん。やっぱり地元が嫌だって人もいるんだって。だって、それ好きで来てんのもいいじゃん。だって、大変ならさ、地元のこうなんだよのさ、なんかあるじゃん。浜系あるじゃん、地元。こうなんだよ、いっぱいあるじゃん、働けるとこ。だから、ほら、ライブのお姉さんだって、そうだよね、地元じゃない。地元の人に出てしちゃうけどさ、みんなわざと遠く行かれてる。あのおばちゃん、シーガーマン。こっちでさ、お姉さんはさ。悪いけどさ、七里ヶ浜って働くとこあるよ。うん。でも、大きいお店でいいんじゃないの、やっぱり。それこそ。だから、近くで嫌だっていう人もいるんだよ、やっぱり。だけど、だから近い方だよ。まあ、そこはアルバイトだからね。正社員で近くってなかなか、自分でわざわざその会社の近くにあるさ、アパート借りない限り近くないな。正社員で近くに。だって鎌倉駅の山鹿とかあるじゃん。やろうと思えば。近くにだって、その方が。あれ、空きがあるかどうかしら。もちろん寒い時だったらさ、汗の方が出ないんじゃない？どうやったって。寒い時だったら。いや、俺はね、体の体質がね、おかしいからね、寒くたって汗かくんだって、俺は。だから、汗かく友達がお前大丈夫かって。むくんで溜まっちゃってんじゃない？水分。リンパの流れ悪い。いや、新陳代謝がいいって言ってよ。でもやっぱり、まずなんで自転車こいだだけそんな汗が出るかっていうと、温度調節してるんだから、そりゃそうだ、冷やしてるよね、汗が。だから平らなようで実はね、坂だからね、ここね。で今帰りに、ね、歩いてきてるときもね、徐々に登ってんだよね、実はね。だって当たり前じゃないですか。この九条寺ってとこはもう山だったの。うん、後ろ見るから。私のおばあちゃんがそっちに住んでるようだって。この見てる女の子の。うんうん。場所に行っちゃってるから。じゃ、九条寺って言ったら知ってるって。うん。その地名言ってる。うんうん。地名言っちゃってる。家は分かんないよ、だって。家は載してないよ。俺は家までは載してない。だからさ、誰かさ、お前来たじゃない、このさ、後ろにさ、ほら、駅名とか出てるとこ出すの、来たじゃない。九条寺知ってるってことは地元だな、こいつ見てる。
これから歌を歌いますとか、そういう人ならわかってます。タバタ食べてるのじゃん。それを見てるこいつらが暇なんだよ。俺みたいに働いてきてこうやって、でも分かんない、仕事が入ってきて見てるかもしれないけど、でもいつも見てる側で自分で配信しようとはして待ってないんじゃない、その人たちは。見てるだけでいつも。やんないの、やんないんじゃないから、個人情報とか、歌を歌ってね、レコード会社からデビューの話が来たっていうのは。じゃあ何、暇で見るのがいい、見るのが担当。自分のことは一切考えない、うん、喋んなのと同じだって、秘密だよ。だって引きこもりだったらあれじゃん、そんな配信なんかしたってつまんないじゃん、そんな引きこもりがさ。なんかやっぱりこれ夢があって、そのね、レコード会社のメインに泊まったとか、そういうのはいいかもね。働きもしない引きこもりが、だってニコ生とかって面白くないよ、悪いけど、うん、だっていつだって食べてるんですけど、ね、なんか筋トレしてお腹をへこませるみたいなやる、ライトアップみたいなやるために言ってます。やんねえそんなの。でも人に言った方がほら一生懸命やるじゃん。いや、寝ます。ライズアップ配信かじゃないけどさ、でだから今日のあのああいうのもね、見るのを見てももうだんだん買わないんだって、年齢から言うと。いや俺買うよ。でもそれでだからさ、免許取れないじゃん、買っちゃって、まだ全部取って終わったら、でもその後に車買いたいとかあるじゃない。ねえ、どんな若い男だと思ったら70歳になって下半身出してるって。なんで元気なおじいさんだね。ねえ、70歳そんな気持ちになるの？独身か？十分元気なおじいちゃん。そうだよね、田んぼの中で、今田んぼの大変なことだったよ。え、だからさ、じゃあお見合いみたいなのに、おじいさんがね、お見合いみたいなの、そういうの出ればいいんだね。シルバーのさ、お見合い。首の骨を折ってその後死亡したって。だから知的障害みたいな人が入る病院っていうわけじゃないんだな。看護師たちを押さえつけられて、
パンツを使わせるのも強いんだよ、言うこと考える二人かから押さえつけてあそこもね、難しいよね。小さい子だったら小さい子にちゃんと言うことだけどさ、あ、これさくらんぼ、うん、声優の、うん、俺んとこのじゃん。だじゃあみんな知ってるもんだって。もう YouTube の人ですねとか言われてるもん、もう好きよ。なんか俳優になったと思って、ああ、勘違いしてんじゃないの。大抵そういうに俺に YouTube 見たよとか言う人はアイス1個とかそんな感じの人よ。そう。まあいいよ、買ってくれるだけいいけどさ。うん。暇だな。いいな、君たちは。だって親にあれでしょ言われてるけど、あれでしょやる本君たちがやる気がないんでしょだって。むしろなんだかね、そう。うん。みんな人それぞれ人生が違うんだから。みんな同じだったら気持ち悪いよ。考え方も違うし。着てる横だって違うんだよ。余計なお世話だよ。親が言っても、本人が嫌だっつってて無理じゃん。よっぽどほら、出ていけとか言わない限り無理だよ。人それぞれ考えが違うんだっていいじゃん。みんな同じ考えだと気持ち悪いじゃん。ロボットじゃないんだから。洗脳されてんじゃないんだから。だって武蔵じゃん。働くの当たり前だとか言ってんのかって。それを やんないんだもんだって。いいじゃん。親に感謝した方がいいよ。うんうん、まずそれ。まあ親が妖怪じゃないからさ。うん。そのうち困るよ。うん。俺のこの配信とか見てまた始まったとか言っててもいいけど。あれよ、そのうち来るよ。あのきつい辛い日が、自分がもうどうしても働かなきゃいけない時が来るよ、追い詰められて。今度家がお金持ちだ。どう見てもお金持ち見えねえよ。見てない。いやいや、見てるよ。どういうことだよ。そういう小銃となんかいっぱいいる、見てるよ、俺ら。だって時間があるんだからさ、あれ、読めばいいじゃん。最近読んでる見たことないよ。毎日読むとかさ、テストの日、今日はこれからテスト行くっていうのにさ、配信なんか出てさ、お金持ち見えるだってあんなクソ見てて、そんな大体本当にお金持ちだったら不満なんかないんだよ。まあそれはあるんだ。お金持ちも不満あんの、うん、事件やってせる。何文句あんだったらじゃあお金ちょうだいよ俺に。俺が使ってあげるよ。あのそのお金の使い方で親子で飲み会飲んでる。よく言うよ、そんなお金持ちで不満があるとか言ってよ。だったら死ねよじゃあ。
うん、お金があって不満があるって何ですよね。何も文句ないし、お金あったら。うん、でもやっぱりほら、親と子供の考え方が違うからな、お金に対して。プラスチック、何の不満があるっすよ、お金がいっぱいあって。好きなもん買えるよ、だって、あれば。いや、買い物でやった方がフィッターするんだよ。使っちゃったらなくなっちゃう。使わないからあるんだよ。文句ねえよ。何でも買えるもん。好きなもん。だから使わねえよ。取っとくん。だから買えるもん。あれか、使ってお金持ちじゃないのか、うん、使わないで取ったの、うん、取った。なんだ、じゃあそれは本当の金持ちじゃ言えねえじゃん。どんどん使ってお金が入ってくるのを本当の金持ちって言うんだよ。お金がなくたって幸せなんじゃないの？あ、まあそうだよね。うん、いや、いい言葉で、そういうコメント来てる。うん、うん、まあそれは。あればあったんね、こしたことないけどね。だこの今コメントした人は、そういうお金がなくても幸せだと思ってる、ね。考え方だよね。うん、いいこと言うじゃん。だから、この今は18幸せなんでね。だこの何にも変化がないのがいいんだって。そうだよ、うん。病気で入院したりすると分かるよ。酒が美味しいとか。ほら、だって酒が好きな人はそれだけ幸せじゃんって。でも飲みすぎれば、うん。お酒が好きな人はお酒が今目の前にあるだけで幸せなんて。今俺もそうだけど。3,000円取っとかないとな。30本買うのに。あれ、お酒。うん、1缶が102円として30本でいくら？消費税入れて。100円取ったって。3,000円で、で、あれ？10本で3,000円。失礼。30本だ、ただ、ただあるとして9,000円。あれ？ 10 本でいくら？ 3,000円。え、あ、違う。何言ってんだ、バカ。3,000円か。親にだけバカって言うかってな。だってバカじゃん。じゃあ9,000円とか言ってるんだよ。30本買って9,000円ってどういうことよって。 1本が102円だよ。うん、払わないよそんなこと言ってる。ぼったくりじゃん、だってそれ。30本で9,000円ってことはさ、ねえ、いくらじゃ、ねえ、30本で9,000円だったらいくらだって聞いてんの。300円1個。高えよそんな。11時に騒いでてさ、ずっとさ、午前中寝てんじゃしょうがないじゃん、人のことあんなこと言えないよ。疲れてんだって。そういうの選んでるもんだって。そういうの選んでるって、だってレジじゃん。